若狭町立場中中学校は、福井県三方上中郡若狭町井の口にある公立、中学校。旧上中町のほぼ中心部に位置し、向かって、右手には集落、左手には町営体育館、背面を山に囲まれた自然豊かな環境にある。2005年3月31日に、上中町が三方との市町村合併により、若狭町となったことから、 同時に若さ調律となった。校歌は山本和夫が作詞、堀内慶三が作曲を担った。同校の男性教諭が2014年10月に自殺。この教諭は同年4月から同校で勤務していたが、同年6月までの3ヶ月間に残業が月120から160時間長に上ったとされ、受け持っていた生徒の無断外泊や保護者とのトラブルもあったとされた。 地方公務員災害保障基金福井県支部はこの、教諭の自殺の原因が、公務災害であると、2016年9月6日付で、認定した毎日新聞2016年9月6日、教員採用半年で、自殺、残された、日記長時間労働で、精神的不安、睡眠恐怖福井新聞2016年12月9日、教諭過労自殺、父親が、県など提訴、 校長が安全配慮義務を怠る、福井新聞2017年2月15日、新任教諭自殺。指導適切だった家庭祖の父親が、記者会見で訴え、福井新聞2017年2月15日福井の新任教諭が、過労自殺、残業月169時間訴訟発弁論、県と町は争う姿勢産経ニュース2017年4月5日。 ありがとうございます。